ました。私はもうみんなに私の存在はもう忘れられてると思ってましたよ。え、嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど。え、ありがとう、ありがとうございます。私はもうみんなにてっきり忘れられてるかと思ってて、ここが、あー嬉しい、みんなありがとうございます。よいしょ、うわすごーい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、すごい、待って、なんか私の誕生日覚えてくれてるんだって人もいて嬉しい。ありがとう、私なんかが嬉しい、ありがとう。なんと今日工藤二十歳になりまして、そうちょっと今日は結構汗汗だったんですけど、なんと二十歳になりましてお誕生日を迎えました。え、嬉しい、ありがとうございます皆さん。え、嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、やばい、ありがとう、え、めっちゃ嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、なんか今日前髪がちょっとこんな前髪だったね、ちょっと、え、嬉しい、え、ありがとう、嬉しい、なんかめっちゃプレゼントギフトみたいな。フラペチーノさん、クラッカーありがとうございます。メタボ猫さん、ありがとう、嬉しい、ケーキありがとう、お久しぶりありがとう、元気にしてた嬉しい、忘れてなかった、嬉しい、みゃんこ先生バラありがとう、りょうじいさんケーキありがとうウケる、ありがとう、なべさんありがとう、ありがとう、にゃんちゅうさんありがとう、なんかかしわもち嬉しい、テイカーさんありがとう、クラッカー、かえばしらさんありがとう、たつやぽんありがとうケーキありがとう、ありがとうケーキ、人生方向音痴さんありがとう、すごいなんかかしわもち大量にありがとう、貝柱さんありがとう、みずっちさんありがとう、ありがとうケーキ嬉しい、乙女猫さんありがとう、桜の花びら、ぶんちゃんもハートありがとう、アンドーナスさん桜もちありがとう、エンジョーさんありがとう、クラッカー、ハルルンさん餅ありがとう、桃だった、間違えちゃった、ブンちゃんクラッカーありがとう、みずっちさんもクラッカーありがとう、ボヤッキーさんケーキありがとうありがとう、なんかちょっと今日ほぼなんかもうなんかすっぴんなんですし、ちょっとしんどいです、ちょっと自分の中で、ありがとう、もう今日はちょっと思い出したら本当にもうきついけど、アンミカさんになったからもう大丈夫です。そう、アンミカさん、そう今日アンミカさんで、ね、やってきたので、ね、ボヤッキーさんケーキありがとう、ナオスさん花びらありがとう、カピバラミキヤくんケーキありがとう、ブンちゃんもありがとう、桜餅、ヒデキンガーさんありがとうケーキちとせちゃんもありがとう、嬉しいケーキありがとう、ありがとう、メタボネコさん綺麗ありがとう、ありがとう、なべさんありがとう、クラッカーありがとう、めっちゃきのこさんありがとう、ふくらもち、あつしのことさんありがとう、クラッカー、クラッカーありがとうめっちゃ鳴らせる、ケーキもありがとう、嬉しい、ケンタッキーさんペンライトありがとう、つしのことさんありがとう、ハート、嬉しい、ケンタッキーさんありがとう、クラッカー、うーん、トムトムさんありがとう、ちょっとスクショしとくね、ちょっと今手元にお礼できるあれがなくて、ちょっと、ありがとうトムトムさん、嬉しい、覚えててくれてたの、嬉しい、
ありがとう。嬉しい、トムトムさん。ありがとう。え、嬉しい。ハンシタンさん、ありがとう、クラッカー。フーさん、ありがとう、ケーキ。ケーキ、ありがとう。フーさん。ちょっと、ギフト読んでる。シワイさん、ありがとう。ひまわり29さんもありがとう。土のことさん、ありがとう。のつしめぐらさん、ありがとう。人生方向おうちさんもありがとう、ハート。土のことさん、めっちゃありがとう。山口さん、ありがとう、花束。やすべさん、ケーキありがとう。元気ですか？ありがとう。ありがとう、しわいさん、ありがとう。しわいさん、ありがとう。土のことさん、めっちゃケーキシャワーありがとう。ぬるみおさんも、あ、違う、ケーキシャワーじゃなかった。ハートシャワーありがとう。ぬるみおさんもありがとう。ケーキ、嬉しい。めっちゃ食べてるわ、私今。あ、ちょっと消えちゃった。人生方向おうちさん、ありがとう。え、ありがとう。嬉しい。土のことさん、めちゃめちゃありがとう。嬉しい。バナナテーブルさんもありがとう。ハルルンさんもありがとう。え、嬉しい、めちゃくちゃ。うわートウトウさん、ちょっとスクショしとくね。え、タワーありがとう。嬉しい、ありがとう。ありがとね。ちょっと改めてお礼する。そんな覚えてたんですか？え、そっか。ありがとう。嬉しい、嬉しいんだけど、覚えてたんですか？違うか。私たちってこれはまた別の機会に。人生方向おじさん、ありがとう。そのことさん、ハートシャワーありがとう。嬉しい。みんな覚えてたの？私の誕生日。私はもうてっきり忘れられてるかと思って、結構不安で。セイ君ありがとう、クラッカー。ミヤティさんもありがとう、クラッカー。ティーユさんもありがとう。マスオレさん、バラありがとう。父のことさん、めっちゃシャワーしてくれる。シワイさん、ありがとう、ケーキ。え、ケーキありがとう、シワイさん。普通にされてるんだけど、ケーキありがとう、シワイさん。ありがとうシワイさん、ありがとう。トムトムさん、ありがとう、かわいい。嬉しい。クニちゃん、ありがとう。父のことさん、めっちゃ、ハート1000個もありがとう。ありがとう、マシャさんもありがとう、のつじまへぐらさん。伊藤ひろしタワーありがとう。土わっちゃん、タワーありがとう。タワーありがとう、伊藤ひろし。覚えてた？ありがとう。嬉しい。ちょっとまた今度お礼させてね。コヒミブさんもありがとう。コヒミブさんありがとう。嬉しい、めっちゃ嬉しい。ありがとう、覚えてたんだ。ありがとう、コヒミブさんも。嬉しい、また今度お礼させてね。トムトムさんもありがとう。ヒーゼさん、ありがとう。タツヤポン、ありがとう、かわいい。ランズさんも、花束ありがとう。ボヤッキーさんもありがとう。キヨニーありがとう。覚えててくれてたの？本当に嬉しい、ありがとう。なんかありがとう、キヨニー。しかもなんか桜の花、桜の木すごい綺麗。ありがとう。ありがとう。コメントも読まなきゃ。ありがとう、土のことさん、ありがとう。あら、角さん、あれ、桜の木、桜タワーだ。バラじゃない。桜の花言葉って何ですか？ありがとう、角さん。ありがとう、タワー。ちょっとスクショして。本当にありがとう。嬉しい、ありがとう。桜の花言葉教えて。ありがとう。嬉しいです。ふうさん、ありがとう。レインボースター、水内さんもレインボースターありがとう。トムトムさんもありがとう。すごいね、なんかいっぱいレインボースターまでいっぱい、たくさん。
人生方向おじさんもありがとう、トムトムさんもありがとう、嬉しい、すごい、なんかすごい、ありがたわわ、ありがたわわだよ、ありがとう、すごい、なんかコメントもちょっと、すごい、初見さんもこんにちは、二十歳になりました、祝ってくれてありがとうございます。今日は実はお誕生日ですそうそう、3月の肉の日ねえ、記憶喪失しないで、本当に。ちなみに私はちょっと誕生日ですが、いろいろな、いろいろちょっと頑張ってきたので、ちょっとこんな時間の配信になっちゃって、もうちょっと早く配信してみんなと幸せを分かち合いたかったけど、ちょっと申し訳ありません。ありがとう、嬉しい、めっちゃコメントでもお祝いしてくれて嬉しい、ありがとう。桜の花言葉は優美な女性、純潔、おー、純潔、あー、純潔な愛はそこにあるんかありがとう、カニフミヤさん、ありがとう、クラッカー、ありがとう、つのさんバラもありがとう、ありがとう、50本も嬉しい、豊かな教養か、すごい、ありがとう、こたつ猫さんもケーキありがとう、嬉しい、嬉しいよ、間に合ってよかった、そう、すごい、間に合ってよかったです、嬉しい、おめでとうってありがとうございます。お誕生日か、自分今誕生日なのか、全然なんか、全然なんか誕生日の実感湧かないので、変な感じ、すごい今正座してるから痛い、すごい、すごい、嬉しい、ありがとう、みんな、すごい、みんな、トムトムさん、桜ありがとう、テイカーさん結婚してありがとう、ありがとう、オンラインお話し会嬉しい、待ってるねありがとう、嬉しい、キヨン兄さん、クラッカーありがとう、ありがとう、ほんと？アニメ見ようかな、八重桜が豊か、なんか桜の種類ごとにあるんだね、すごい、ありがとう、嬉しい、みんな忘れないでくれて優しい、ティユーさん、ハートありがとう、嬉しい、満開、そうですね、年齢制限もう気にしなくていい、そうだから、それこそお酒とかも私もう飲めちゃうんですよ、なんか重いな、私 Wi-Fi つなげてるよね、やばいやばい、なんかすごい満足してて、嬉しい、そう、ちょっと前髪がちょっともう崩れてき、もう崩れてるんですね、ちょっと崩れて、たかひろさんありがとう、ケーキありがとう、嬉しい、みんなそんなお祝いしてくれるなんてありがとう、すごい、ちょっと重くなってきちゃったな、なんでだろう、ちょっと動かなくなっちゃった、スマホが、動きました、なんかちょっと重くて、重くなっちゃった、すごい、なんかめちゃめちゃタツヤポー、タツヤポーありがとう、嬉しい、タツヤポー
あんまり会えてないから。あ、すごい、ちょっとティユーさんありがとうございます、ハート。え、ちょありがとうございます。え、達也ポン元気。あ、ちょっと重いですね重くなっち。ティユーさんありがとうございます。え、達也ポン元気。ちょっともう見えなくなっちゃった、画面が。なかなか会えないから私は元気じゃないよ。コメントが今帰宅お疲れ様。ちょっともうすごい重いめっちゃ、え、もう、え、ブレブレじゃないですか多分私の配信。止まっちゃいそう。あー、ちょっと止まっちゃいます。ちょっとなんか、ちょっとあの、わかんない、なんか渋滞してるのかな、大丈夫ですか。ちょっと私の方ですごいちょっと重くて、あ、なんかもちゅうさんちょっと読めなくてごめんなさい。あ、多分大丈夫、なんかちょっと多分ちょっとありがたいありがたい、え、ありがとうございます。あ、本当ですか。多分私のなんかギフトがわーって来てたから多分なっちゃったんだと思う。ありがとうございます。ティユーさんもありがとう、すごい。これハートタワーですか？すごい、めっちゃ。ありがとう。嬉しい。覚えてたの？覚えてた？そう、なんか多分、あのショールームで、あーって、多分ギフト関係すると思う。わかんないけど。もう大丈夫になったから多分そうだと思う。ティユーさんのハートシャワーでちょっと、重かった。あ、ほんと？全然戻ってない。よかった。よかったです。よかった。ウケる。ありがとう、ティユーさん。ハート。すごい。ハートめっちゃありがとう。またちょっと、お礼させてもらうね。嬉しい、みんな。嬉しい、ありがとう。みんなにこんなになんかちょっと祝ってもらうの。え、ないから嬉しい。変な感じですね。トムトムさんありがとう、ナルさんありがとう質問本当ありがとう皆さん。すごい、すごい、勇気勇気ケーキありがとう。ありがとう、ありがとう、勇気ケーキありがとう、嬉しい。元気、勇気ケーキ、元気逸材さん、クラッカーありがとう、うん、めっちゃきのこさんありがとう、りょうじいさんもありがとう。あー、去年なんかあったんですか。去年のお誕生日全然覚えてないな。何かあった。あ、バグってた。あ、でもなんか、すごい、誕生日って変ですね。なんか、元気、あ、よかった誕生日って全然なんか違和感ない。なんか、いつも通りの一日って感じ。いつも通り朝起きて。だから全然なんか、みんなに祝われてて、どういう意味なんだろうって感じです、今。どういうあれなんだろうって思って。そうなんですね。あ、バグってた。去年何があったんですか私忘れてる、忘れちゃった。ダンケうどんさんありがとう、バウナドくんもありがとう、ユースさんもありがとう。それな、それな去年何があった遠野本人忘れてるんだけど、2年越しなの。シワーシワイ元気？シワイありがとう、嬉しい。シワイシワイありがとう、嬉しい。シワイ嬉しい、ありがとうありがとう、シワイありがとう。ありがとう、
番、リコちゃんが一番うーん、そう、ツイッターもちょっと、ちょっと あんまりスマホをいじれる時間がなくて、そうだから隙間時間にちょいちょい見てたんですけど、すごいなんかめっちゃそこが見れないぐらい、あの0時のツイートはまだあの遡れないぐらいいっぱいあって、嬉しかったです、ありがとね、ありがとう。いやちょっと記憶喪失してる、ありがとう。喉、全然平気です、ありがとう、ありがとう。近いとこ、誕生日って変な感じ、ありがとう。ワイリンガルさん、ありがとう。クラッカー、嬉しい、お祝いツイート全然見れてなくて、そんなにすごかったの、みんなそんなにツイートしてくれたの、ありがとう、嬉しい。ワイリンガルさんもありがとう。わー、なんか全然、なんか自分の誕生日全然よくわかんなくて、今もなんでみんなに祝ってもらえてるんだろうって変な感じ。しかもそれが二十歳という、二十歳ですね私。ありがとう、みゃんこ先生、クラッカー、ありがとう、たんたんたぬきさんも、ヤオトンさんも、ありがとう、クラッカー、エドモンさんも、ありがとう。すごーい。そう、あのツイートも誰がツイートして、公式さんも誰がツイートしてくれたんだろう、全然わかんないけど、確かに。しましたよ、見るね、ツイート見るね。でも大きな節目、本当に。ケーキ食べた？ケーキは食べれてないね。でもケーキ味のケーキ味のアイスをダダこねて食べました。嬉しい。あ、去年は次の日、なんで、29日はなんで私配信できなかったの去年。あ、ミラーボール回してケーキのかぶり物して歌ってた。嘘、ちょっと今回はできなくて申し訳ない。嬉しい、ありがとう、いっぱいお祝いしてくださって。でもなんかいつも通りの一日で、いつも通りの一日だし、いつも通りの、いつも通りすぎて全然よくわかんない。キチネさん、ありがとう。でもきっとなんか、でもどうなんだろう、全然わかんないもんですね。すごい、メンテナンスかなんかでバグっ、そうだったんだね。そう、やっぱダダこねないと食べれなくて、嬉しい。今日はこ今年はこんな感じで祝ってもらえて、変な感じ、なんで私祝われてんだ。ありがとうございます、お誕生日おめでとうって。そうだね、充実した一日、そうですね。なんか自分的には結構病んだ一日だったんですけど、全然もう自分的には病んで、黒歴史とかも、もう作ってるなみたいな一日だったけど、まあなんかアンミカさんが言ってた、アンミカさんが失敗はないよって、学びと経験があればみたいな、なんかそう、自分的にはもう黒歴史にしたい、もうちょっと忘れ去りたい一日だったんですけど、午前中はね、午後は全然楽しく、そうそうそう面白い、ちょっと、そう、芝居さんありがとう。そう、やっぱアンミカさんが経験でき、いろんちょっと何かしら経験できて、なんか学びがあればみたいな、いいよって言ってたから、そうだなと思って、やまずに
読まずに終えれましたね。うん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 。いや、配信時間予測して多分ピアそういうのは全然ないんですけど、普通にさっき帰ってきたみたいな感じなので全然そんなピエンじゃなかったですよ。そんな弱い人間じゃないんで私も。そう、アンミカ先生のしくじり先生って感じで、あ、まあ、さすがにテンション下がったけど全然楽しい。あのアンミカさんがいたのでアンミカさんの言葉があったので、そう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 だよね。美味しいもの食べたい、マジ美味しいもの。でも結構食べれたので今日はもう悔いのない一日、嬉しい、悔いのない一日です。そうそう、やっぱ二十歳なんでね、さすがに二十歳ですもん、大人になりましたよある程度。でも19歳は本当にありがとうございました。振り返ると本当にみんなに、そうだね、そう考えたら本当に好きなもの食べたと思う。いや本当に、え、言えないけど本当に好きなもの食べたわ。そう言われたらよかった。胃袋ブラックホールの一日だったけど大丈夫だったか不安なんだけど、よかった。そうそうだね、でも19歳は結構なんかいろんなことを経験させていただいたなーって思います。なんだろう、家物いや、その人とか食べてない、うんうん、うーん、そうだね、1日ぐらい大丈夫。でもなんだろう、19歳本当にいろんなことを経験させてもらいましたね。何があっただろうとか言っちゃって、うーん、誕生日ありがとう、たくさん経験させてもらって、なんか一番大きかったのはやっぱ落語ですね。落語の舞台が、めっちゃきのこさんありがとう、はーいそうだね、生誕祭もありますもんね。生誕祭もめっちゃ楽しみ、絶対なんか恥ずかしくなってると思う恥ずかしくなってると思う、うん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 。そう、でもやっぱ一番人生方向おじさんありがとう、桜の花びらたちじゃなかった桜餅、そうやっぱ大きかったのはそれかな、うん、落語が良かったです。人生方向おじさんありがとう、桜の花びら、うん、ありがとう。のむくんもありがとう、クラッカー、ん、なんか書いてあった、落語の写真届いたよみたいな、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうそう、落語が一番大きくて、なんか初めてのなんだろう瀬戸内外の仕事って感じだったので、なんかいろんなことを学びましたね、うんうんうん、それもあるし、うーん、自分に、ああ、くじまりちゃんありがとう、クラッカーありがとう、クラッカー、ハリーさん、ハリーさん、あ、ベートーベンチャイさんじゃないですか、ハリーさん、ハリー、ハリー、めっちゃくれるじゃん、ハリー、ハリー、ありがとう、ハリー、ありがとう、ハリー、ありがとう、さすが、さすがハリー、あー、お祝いしに来てくれたハリー、ありがとう、ハリーさんありがとう、
またちょっと後日お礼させていただくね。ちょっと何も書くものがなくて本当に。わら、あおいさん温めたろかやって、あーチャイさん、チャイチャイってどんな歌歌ってたっけチャイさんありがとうございます。ふーさんありがとう、花ありがとう、ありがとう、ふーさん手紙。確かに前回の誕生日から、確かにそうですね、あそうですね、すごい、カニヤミヤさんかわいい、ありがとう、しんいちさんもありがとう、クラッカーゆうきありがとうクラッカー、あーいろんなことがありましたね。そうですね、振り返る、あっという間でしたよ。でも一番なんか大きかったのは船との別れですかね。そうそう、セルアミがありましたね。船との別れが一番辛かったな。いやもうそれこそもう辛いことだらけですよ、生きてて。でも船との別れが一番辛かったなと思います。もうそれ乗り越えたから私もう怖いもんなしだと思います。うわっのりみおさんありがとう、すごい、何これ、レインボースターそんなに貯めてたの。私がもしショールームイベント明日出るよとかだったらやばかったねありがとうありがとう、レイン、え、すごい、レインボースターめっちゃありがとう、ありがとう、すごい、レインボースターめっちゃありがとう。レインボースターってどうやって手に入れてるんだ、すごいね、すごい、ありがとうそうね、笑ってるやん、ベートーベン。チャイさんお誕生日おめでとう、ありがとう。え、レインボースターってもしかしてお金払って買ってるんですか。じゃあこれは実質レインボースタワーですか。いや私ずっとレインボースターは無料だと思ってたんだけど、え、ありがとうございます、え、ありがとうのりみおさん、え、ありがとう、ありがとう、もびさんもありがとう、え、のりみおさんありがとう、え、すごい、お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんたくさんありますね、本当にいろんなことがありますね。いろんなことを経験させてもらったので、やっぱ二十歳はもう節目なんで、ちょっと夢を叶えたいですね。そう、すごいね、レインボースター1万個はやばいな、すげえ、ありがとうのりみおさん、またお礼させていただきます、ありがとう。バナナテーブルさんもありがとう、レインボースター、レインボー、ヤークンさんもありがとう、キヨ兄さんもありがとう、ペンライトりょうさんケーキありがとう、ちわる、りょうさんありがとう、どうですか、応援してくれるってありがとう、ありがとうございます。二十歳はね、そうですね、やっぱ自
分の夢を叶えられるように。でも夢って何ですかね、叶うか分かんないけど叶えていきたいですね。この20歳も、うん、やっぱ生きた証っていうのを残せるように頑張りますね。うんうん、頑張りましょう皆さん。すごい誕生日祝われてて変な感じ。そうね、夢を叶えようと頑張ることに意味があるね。そうだね。これなんだ、私が書いたんじゃないよ、最初からありました。確かに叶えたいことは口に出していこう。いやー、でもまあ二十歳もいい意味でも悪い意味でも皆さんの常になんか話題になっていたいというか、悪い意味はちょっと良くないと思うけど、私の中では悪い意味じゃ全然ないんですけど、しけどやっぱ捉え方には悪い意味で駆動が目立ってることもあるんですけど、ちょっとやっぱ皆さんの常になんか皆さんの心に残るようなことを毎回していきたいなって思います。一回一回の機会で、まあそんな感じですかね。たっきゅんありがとう、ケーキありがとう。食べていいかな、ケーキ。ありがとう。なんかクラッカーも結婚して、あーありがとう。そうだねありがとう、伊豆市ありがとう、桜餅。 May all your dreams come true。 そうね、 Thank you Thank you、そんな用事が過ぎてありがとうそうだね、もう自分らしく、一番は自分らしさを忘れず、感謝の気持ちを忘れず生きていこうと思います。でもな、俺めっちゃ全然わかんないんだけど、自分が今誕生日を迎えてるって全然わかんない、変な感じ。そうだね、自分のペースのまま、うんうん、後悔のないように楽しみますね。でもやっぱ頑張ったとしてもどうなんでしょう、ちょっとネガティブな感じになっちゃうけど、その努力が報われるないってことはやっぱ努力が足りないっていうことなので、努力を頑張っていきたいと、努力をねもっと積み重ねていこうと思います。頑張ります。叶うまで努力をし続けられるように頑張ります。頑張りますゆるゆる、カピバラミキヤックありがとう、クラッカー。私も頑張って生きていく、そう頑張る、生きることを頑張る。するのはできないけど感謝です、ありがとう。後日お礼させてもらうね。そうだね、頑張ろうみんなで。いや愛すごいね、
嬉しい。だって桜すごい食べれそう。綿菓子みたい、綿菓子みたいだもん。ジュノラゴさんありがとう。クラッカーありがとう。もうね寝れちゃいそうなの実は。本当にありがとうございます。すごい変な角度、すごい変な感じ、変な感じだな。お誕生日をお祝いしてもらうって本当に変な感じ。なんで私がこんな普通の女の子なのになんでたくさんの人に祝ってもらえるなんて、私は幸せ者だな。おやすみ。優しい。優しいんだけど、優しいコメントを読んだ。ああ。え、本当に。寝落ち配信です。ありがとうございます。もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。ちょっと歌い、ちょっと歌ってたかった。誕生日祝われてる身なのにこんなにゆるゆる配信をしちゃって申し訳ございません。ありがとうございます。でもやっぱ一番はもちろんファンの方にも感謝の気持ちがいっぱいなんですけど、20年間こうやって無事育ててくださったご家族に誰目線なのよ。いや、キヨにありがとう、パチパチ。やっぱ家族に感謝の気持ち伝えたい、恩返ししたいなと思います。やっぱ一番は家族に恩返しをしたい、なんか親孝行したいっていうのが一番ですよね、やっぱ。本当にね、それがマジ原動力で頑張れてるので、お父さんお母さん兄犬うさぎカエルカメその他いろんな生き物たち